歩くことを歩きました。人吉市と球磨村の水害の被害者の皆さんたちの声を、聞きました。まさにコロナが起きて、まさに観光客も減ったりして大変な中、打撃を受けている中での凄まじい水害でした。ダブルパンチということで、行政も本当に苦慮していらっしゃいました。でコロナということがあり、ボランティアがあんまりたくさん全国から集まらない中で、まだまだたくさんのものが道路やいろんなところに置かれていたり、道路が寸断されていたり、鉄道が本当に鉄橋が流されていたり、凄まじい状況をこの目の当たりに見ました。でコロナのことに関して言えば、まさに PCR 検査をボランティアなどにちゃんと行って、国費で行って、政府のお金で行ってということをすべきではないでしょうか。そして2つ目、高齢者も多い中で住まい、球磨村もそうなんですが、もうたくさんその一帯が流されて家が壊滅的な打撃を受けていました。まさに仮設住宅を早く作って、安心してもらうということの施策が何としても必要だと思いました。でもう3つ目は、ボランティアに頼っているっていう今の、被災者支援が本当にもう曲がり角に来ていると思いました。現にコロナのことでなかなか行けないっていう中では、ボランティアが来ない、手が足りない、放置ではなくって、まさに税金を払っている住民の皆さんに、国も県も、とりわけ国ですね、もっともっと支援をすべきだということを痛感をしました。でもそんな中で先住園、亡くなった高齢者の皆さんいらっしゃいますが、社民党の小川、球磨村の村会議員さん、ボランティアのリーダーなんですが、ボランティア15人集まって、もう3メートルぐらい自分がズブズブに何度も何度も水の中に入ったりしながら、なんとか人命救助しようと頑張ったっていう話は本当に心を打たれました。まさに15人のボランティア、職員の皆さん、消防団の皆さんがいかに頑張ったかということを聞いたわけです。もちろん亡くなった方がいらっしゃるということは本当に残念ですが、やっぱりそんな中で必死でどうしたかっていう話を現地で聞くことができました。あるいは一旦避難所に行きながら、早くで、あることを思い出してですね、救助をしたという日通の方の話も聞くことができました。あるいは自分も一旦避難所に行きながら、高齢者が残ってるということを聞いて助けに入って、やっぱり屋上に出て、屋上というか屋根の上にいて、ヘリコプターで3人救援されたということも本当に聞きました。その意味では、人の命を救うために、例えばあそこにおばあちゃんがいる、ここにおじいちゃんがいる、ここに誰がいるっていうので、必死で動いた人たちの話も聞くことができて、それは現地でだからこそ聞くことができたというふうに思っています。コロナ禍の問題、水害の問題で、これを根本、これをどうするか、支援するか、そしてグリーンリカバリー、こういう水害をどうやってなくしていくかということにも社民と頑張っていきたいと思いました。現地の皆さんたちの要望を受けて、今日熊本、人吉市と球磨村に入りました。このここで 見て聞いたことを、国会の中で、政府に、要請として出してですね、応援をしてしっかり頑張っていきたいと思います。以上です。